昨日公示された衆議院議員選挙では県内4つの選挙区に16人が立候補しています。今日から県内41市町村すべてで期日前投票が始まり、このうち那覇市役所では午前8時半の受付開始直後から有権者が続々と投票に訪れています。期日前投票をした理由について、ある有権者の女性は、投票日に県外に行く予定があるので先に投票を済ませたと話していました。衆議院議員選挙は今月27日に投開票され、期日前投票は前日の26日まで、各市町村役場や公民館、大型商業施設などの投票所で一部を除き午前8時半から午後8時まで受け付けています。